どうもピオキングです。どうもピオキングです。今日はこのコースやっていきたいと思います。ディスターブリングファクトウィズスケレーターということで、骸骨の帝王は不安という事実ということなんじゃないですかね。そしてサムネイル、中指を立てるな。センシティブに引っ掛けやしないか。モザイクをかけようかめちゃめちゃ悩んだよ。 YouTube から赤バンされたらお前のせいだからね、タコパンだ。すいませんね、開始から騒がしくって。まあいつものことか。でこのコースね、海外の制作者タコパンダさんからぜひやってみてくださいってもらったんだよね。でダウンロード専門だから絶対バグが来ると思う。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.00%。 いや最近嬉しいですね、海外の方から DM をもらうようになって。僕なんかに送ってきていただいて非常に光栄ですよ。まあ企業案件とかはね全部ガン無視してるんだけど。企業案件しろよって話だよな。いやこれ右に行くより先に左行ってみようか。大枠石尾やし。だってさ、やりたいのがないんだもん。やりたいのがあれば全然やるんだけど、足の裏でも舐めてやるよ。これ恋の方何なんだろうな。隠しブロックが出てきた。もしかして上から行けちゃいますみたいな。下から行けちゃいますみたいな雰囲気出してますけど、実はこっちが正解なんでしょ。じゃあ下から行きます。この四角の枠、隠しブロックあるんじゃないの。あ、ないね。済みましたわ。まだバグ要素全然来てないね。まあでも絶対いつか来ると思う。だってさ、ダウンロードしてくださって。あ、来た。来ましたね皆さん、お待ちかねのバグが。どれだったっけ、確か雲だったような気がするんだけど。あ、雲じゃない。ちゅうことはこのブロックかな。あーなるほど、こいつが犯人だったな。もう一段降りれんのか。いや面白い、これ二段になってんだね。でごめんなさいね、この音符には乗らない、普通に上に行きたいと思います。バウ様よ、僕だけやられると思うな。お前を道連れにしてやるぜ。やらー、この方のコースって初めてするんかな。なんか見たことのないような罠が多いような気がする。まあそういう意味では初めての方のコースってめっちゃワクワクするよね。そしてここキノコが出てくるんじゃない、あのガリガリを抜けるためにさ。だからこれはどっちだ、右左左を信用するか。キノコ様、キノコを出す。そして右から。いや違うんだって。いや何も違わないけど、今のはただボンミスしただけ。いやその通りだよ、見たまんまじゃねえか。ここ隠しブロックあるんじゃない。いや絶対そうだと思うよ。で魚が押し寄せてくるみたいな。ないね。え、じゃあ立っていいの。ブブー言われた。え、これは先に進めないね。なるほど、ここでチビになってこいっていうか。でもさ、これ L 字抜け頑張ったらできるんじゃない。このレールの力を借りてさ、いけ一発まり余命じゃ。よーし。どうだ、これが一発マリオ名人だ。でここでバサバー。わざわざキノコを取ってこの先楽をしようとする男の結末がこれ。全然いけねえな、さっきよくすぐ行ったな。本当に難しいよこれ。よしよしよし、いったいったいった。そしてさっきパウブロックを叩いて右に放り出されたから、左にダッシュしないやな。パウブロックを叩いてみようか。叩いた瞬間左にダッシュ。おおおおおお、不正は許されないと。そういうことですね。受けてだと正々堂々と勝負してやろうじゃないか。パンを叩いた瞬間左にダッシュ。これでチビ状態だから土管の方に行ける。さあ中間ポイントはまだまだだね。あ、さっきのサムネの場所。まあまあ中指を立たれてないだけまだ受かったね。もうちょっとでモザイクをかけるところだったよ。は？今爆発したよね。それなんで右のブロック壊れてない。いやあれはおかしいって。え、どういうことなんだろうな。さあツタのお手だから。そういやね、この前この制作者さんからもコメントが来てたんだけど、パワフルでいい実況ですねっつってから、いや照れるなーみたいな。お前いい加減にせえよ。いや勘違いしないでもらいたい。僕は普通の実況、おとなしく実況っていうのもできるんで。だから今から普通に実況っていうのをやっていこうじゃないか。僕はおとなしく実況。なにこれ。いや、やめてよそういうのさ。上にも行けないじゃん、この風が邪魔してて全然上に行けないの。風、いかんいかん、ちょっと油断してしまうとすぐに発狂する癖、やめないとね。なら今から初見さんも入りやすいようなおとなしい実況っていうのをやっていこうじゃないか。左に行ってすぐ右に行く。これで大丈夫だ。なんかさっきの挙動が違うくないか。え、これ何。いや可愛いんだけど、いや可愛いんだけどさ、これ下に行かせてくれないかな、このマネ。やばい、自動ならプップーだ。プッ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 プ。何言ってんの、今のが初見さんが見やすい動画と思ってんの。もう引退せ。
引退します。本当に引退せよピアキング。冗談じゃん。ここ上に下があんのね。上に下があんのねってなんだ。下に何かがあんのね。音符ブロックなんかあったよ。危ないね。この間に連れて行こうったってそうはいかねえぞ。あそこに中間ポイント。なんで海外の方も見てくれてるんならしっかりと滑舌よくハキハキと喋っていかなきゃ翻訳も仕事をしてくれなくなるかもしれない。じゃあバネに乗った瞬間すぐ上にジャンプ。あっほっほっ、ニュル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 マンパワー。この手いくで中間ポイントを取るよ。見て手で誰かに怯えながら進むマリオはかわいそう。ルルルルルこのリフトバグが来ると思った。このリフトを超えることができれば絶対に中間ポイントが取れると思う。だからリフトに乗った瞬間すぐ右下に行こうか。よし。あのリフトの上もすげえ気になるな。後で行こうかな。いや、やめておこう、やめておこう。そんなことはしなくていいよピアキング。さあここでオンオフをして。あ、この方で襲ってくると思ったら襲ってこないんだな。あー、なるほどね。早く行けみたいな、そんな感じなんじゃない。だからここで右ダッシュ。あれ、行けんくないこれ。あ、これ土管に戻れっていうことなんかな。そしたらこっちにルートがあるみたいな。やめろ、来るな来るな。いや、来るところやん。じゃあここどうやってすればいいんだろうな。オンオフして右に走っても間に合わないってことは一旦このまま行ってみる。簡単じゃん。こんな簡単なのにめっちゃ時間かけてたわ。さあここで USA キロコ様が出てきたけど一旦右に行ってみようか。ジャンプぐらいせえ。まあどうせダメだったと思うから USA キロコを取っていこうか。そしてこの氷ブロックをどうするかなんだよな。バブルが押してくると思ったらフラワーが出てきた。でこのフラワー、いやここらへん隠しブロックはあないんだね。いやてっきりあると思ってビビって損してたわ。さあここでブロックは壊れない。なるほど、このデカキノコを取っていけ。やせろー。この雲を2つ抜いておこうか。そしたらデカキノコになっても下に降りれないっていうことはなくなると思うんだよね。さあデカキノコよ、出てきておくれ。でこのブロックを壊してもチビじゃないと先に進めないってか。だからこの針に当たってチビになって進んでいこう。なかなか手間を取らせやがって。いや、うまいね。ここチビじゃないと隠しブロックが出せないっていうね。今まで隠しブロックがなかったからめちゃめちゃ油断してたわ。さあこれで先に進めるぞ。穴の側に入っていくぞ。先には何が待ってるんだい。まだまだバグたくさん来ていいよ。ここはオンオフをするしかないのかな。オンオフしてみようか。なんかバグっぽいバグ少ないよね。普通にめちゃめちゃ良好じゃん。まあちょっとだけバグ使ってるところはあるんだけど。オンオフをした瞬間すぐ右に逃げる。そしてこれはすぐに土管に入らなきゃいけない。土管に入れませんね。ここ右に行けないってことは左の土管に戻るしかないと思うんだよな。これで先に進めるようになってるとは思うんだけど。だって右行けないもんな。あ、下見えるよ。面白い仕掛けを作るじゃねえかタコパンダさんよ。でここさっき見たね。いや下どうなってたっけ。この下まで行ってみていいかな。上隠しブロックありそう。いやでも一回行ってみようか。そして上隠しブロックはないね。優しいこの制作者さん。さあこのスターを取ってって。悩んでる暇がないな。とりあえずこのリフトに乗ってあのドアに入ろうか。くっそ入れてくれよ。まあ邪魔すんだって。じゃ、いやお前も邪魔すんなって。いや待ってよ、これさ上に行けばなんか変わってるみたい。ほらほらほら、ボブ兵がいっぱい出てきてるじゃん。だからこの先なんか変わるんじゃない。なんかボブ兵もさ右のブロック壊してくれてるし、この上はなんもないかい。上から行けないってことは下から入るしかないってことだ。だからこのリフトを動かした瞬間にすぐ下に行って下からドアに入る。オーケーオーケー、これでいいんだろ。さあ中指を立てるな。ちょっと見えてんぞ中指が。もうあそこモザイクかけるか悩むんだってさ。この中間ポイント何をするー。
でももう中間ポイントだね。ちょっと待っておこうか。ジャンプするタイミングっていうのが大事だと思うんだよな。もう大丈夫なんじゃない？オッケーオッケー、中間ポイントゲット。そしてここはどうすればいい？あんな青になんか僕は引っかかりませんよ。ここ絶対どっか落ちるんじゃないの？ブロックがすり抜けますみたいな。ないね。え、優しい優しい。このドアに入れようとしたんじゃないの？そうだろう。いやでも気になる。いやもう行こうか。ごめんね、行っていい？ごめんね、わざとやられるの好かんちゅう人。こっち気になるの。ちょっと待って、行くべきところじゃなかったかもしれん。中間ポイント1ってなんだ？それだけはやめてくれ。どここれ？いや、実はこっちが合ってますみたいな。え、マジで全然わかんないんだけど、状況が理解できない。これブラッパでしょ？うん、ブラッパで、この上に行けっていうことだったんかな。うわ、どうなんだろう、こっち行くのが正解。ちょっと上行ってみて、なんか行けそうな気がするんだよな。行けないね。ならもうわかった、あの土管の方に入れっていうことでしょん。さっきよくかわしたと思わない？一発でさ、この放題。上に上がってきた瞬間、上ボタンをやめろ。オッケーオッケー。本番はこっからですよ。中間ポイント2を取った後から、だいたいトロールコースっていうのはバグが多くなったり鬼畜になったりするようなコースが多いと思うんですよ。ここは何もしないでいい。何今の時間？怖いんだけど。さっき言ったばっかりじゃんか。初見さんの人から受け入れられるような動画にしようって。それが何よ、どんどん遠ざかってんじゃないか。いやもういいんだ、僕の動画なんかもう終わってんだ。サークルがフラを取った瞬間すぐ左に行く。いや、この石親父は一旦当たっておこうか。もういいもういい、当たって進ませてもらえるもんは進ませてもらおう。そしてこの土管に入っていく。だからやめてくれ、そんなリーチはしないでくれ。おらよ、やめか。あのフラワー取ってさ、石エッジに当たらないで左に戻れるかな。こっから左に。オッケーオッケー、当たらないね。あんな可愛いパラシュートをつけてトロオヤジなんかに武器が当たるわけないっつーの。さあここでオンオフをさせて、で土管に入っていけばいいのかな。あ、土管入れんで、ね、左下か。この左下に行って、なるほど、チビになって土管に入っていけてく。いや、土管じゃないドアで、ね、もう何回間違えればいいんだろうな。もう過去30回ぐらい間違えてるような気がする。さあここのハテナブロックをオンしてすぐ上に行く。デカロンは踏んでいいのかい？いや、踏む以外ないもんな。踏んでいこうか。燃える。じゃあどうすればいいって話よ。それもどうすればいいって話よ。ここは単純にジャンプすればいいだけで、ここよ問題は。一旦降りてみようか。隠しブロックがどっからどこまであるのか。あ、ここないんだね。で、真ん中はある。なるほど、こうやって上がっていけばよかったのか。やー、すいません、反射神経が良すぎるばっかりに左の針に当たってしまいました。まさかに当たる時代なんてもう終わってんのよ。僕もアップグレードしまくってるからね。で、この青ブロックは何？この1個の意味が全然わかんねえな。そして下にはブラパとパウ。ああ、右出しだろこれは。だから右出しで行こうか。これで大丈夫。行き過ぎか。これでででででで。なんか変なところでジャンプしてると思ったら、こんなところで床があんのか。え、いや、ありすぎ。僕は影に入りたいんだ。頼む、右の動画入れたよ。こっち中間ポイント戻しなんじゃない？頼む、何もないで。いや、ゴールがあって。何がある？ここは新しい道なんじゃない？いや違う違う、これさっきの場所じゃんか。中間ポイント1と、え、てことはこれ中間ポイント戻し、やめろやめろやめろ。いや、今度は来るんかい。まあまあ皆さん、これでもうゴールは近いと思いますよ。ここは右ダッシュしない。でも上にメットが上がってくるから、この場所で待機しておく。で、このパンを叩いてゆっくり右に行けばいい。それは反則だろ。じゃあどうすりゃいいのよ。あんな見えないところにオープンブロックなんか隠しやってさ、見えないんだから引っかかるに決まってんじゃんか。じゃあここから右ダッシュして途中で左押す。これで OK だね。さあこれが鍵なのかい？鍵じゃないね。え、あ、このハテナブロックか。このハテナを叩いて、タンデなかなか狂ったコースを送ってきてくれるじゃないよ、タケパンダさんよ。だがね、日本人をなめるな。その中でもピオキングという名前を決して忘れるな。そいつは今日このコースをクリアするやつの名前だ。何やってんの？いやマジで、3回目は3回目、シャレになんないって。もう戻りたくないんで集中します。
ここは鍵でもない、右下に行けっていう感じから右下に行こうじゃないか。伊藤ばかりするのも大概にせんか。いや、いろんなギミックあるけどさ、こういうのが一番面白いかもしんないね。じゃあ左に追っておいて、多分ここ鍵なのか。あ、鍵だね。右は何もない。オッケーオッケー。さあ、そろそろゴールがあっていいんじゃない。タロウ、ゴールよ。何これ、あ、GG って書いてある。タロウ、本当にゴールであっていいよ、マジで。あれ、ゴールなんじゃない、右のスター。この仕掛けの枠は、あ、よし、さっさゴールしよう。ただ隠しブロックだけは警戒させて、ないのね。すぐ右にジャンプしよう。そしてあの人がゴールやってくれ。違う、嘘。え、なんかこのブロック押してる。わだだだだだ、くっそ。下に行けばよかったのか。え、こっちの動画は入れない、よかった。時間巻いた話じゃなくって。てかさ、みんな僕が右のツタに捕まったから一瞬ゴールしたってみんな思ったんじゃない。僕自身も思ったもんね。さあ、ここで下に行けばゴールができる、そうだろ。トゲソー帰ってくんだよ、やったー。いや、マジでめちゃめちゃ楽しいコースでした。送ってきてくれてどうもありがとうございます。またぜひやらせてください。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、超進化。ゴールしてから頑張ってスピードラン作ってみた、参考って書いてるんだけど、ゴールしてからスピランができるってすごくない？ちょっとやってってみようか。クリア率はね、ほぼ 100% だったから、まずやられることはないと思う。いや、楽しみだね。似たような動画をね、マリオメーカー2とかで見たことはあるんだけど、実際やるのは初めてだね。しかもマリオメーカー1で。え、どこいる？ここいんのか。全然どこいるか分かんなかった。さあ、ゴールした。で、こっから、あ、動かさなくていいんだ。あー、なるほど、パーツだけでスピードランをしてるっていう感じか。いや、これ発想がめちゃめちゃ面白いね。でも終わるの早くない？まあまあいいか、たまにはこういうのも。でもさ、もう一回だけちょっと見てていい？マリメ2とかだったらゴールした後も操作できるみたいな、そんなバグも見たことあるんだよね。まあ、てっきりそういう感じなんかなと思ったら、まさかのパーツだけというね。さあ、ここで、音符とレールと、まあ音符とレールでスピードランを作ってるっていう感じか。いや、非常に珍しいものを見させてもらったね。ちょっと2つ目のコース終わるの早かったけど、ここで終わりにしたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。